용과 같이 세븐 외전 이름을 지은 자. 제1장 와룡. 동성애 한때 보수였고 한데 밖에 나가면은 당연히 아는 사람이 있고 할 텐데 사망신고서를 끊고 이제 숨기고 산다고 외모가 그대로인데 그게 가능할까? 라고 생각을 했는데 게임이니까 가능하겠죠? 声をかけない問題はないのか? これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。 なかなか手厳しいですね、 花輪さん。 この人はただの居候ですから。 住職もどうかお構いなく。 뭐야, 이 사치군. 다이도지 일파 에이전트 하나와 케이. お気遣いありがとうございます。 次の仕事が入りました。コードネームジョージ。ジョンツンで 엄청 말을. 仕事ならこの間用心棒。おがちゃね。荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。 伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは。俺は、あんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺ミノルってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史。 소이츠를 비참할 것 같은데 나팔 곳? 그치 나팔 곳이 그 오키나와에 있는 보육원인가 봐. 근데 예전에 그 윤과같이 시리즈 중에 오키나와에서 스토리를 진행하는 게 있었어요. 3편이었나? 정확히 기억은 안 나는데 오키나와에서 하는 게 있어요. 바닷가에 있는 보육원에서 我々に 敵でないと示し続けた方がいいはず。 약속とは お互いの信頼によって支えられます。 키루가 또 이렇게 계속 뭐라고 하면은 또 끊어내지 못하지. 들어주지. 고심파이나크. 例によって 간단한 임무ですよ。 汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱い。 간단한 건 보디가드 아니야? 敬意を 表してね。 さて、今回の任務を 밀수경호 이거 간단하지 않네. 보디가드 정도가 간단하지. 元極道が固いこと。 別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。 지게 하는 일은 아니다. 근데 왜 밀수경호를 할까? 反政府組織をまとめる 리더. 我々の目にはその国ではテロリストとされています。テロリスト?彼は日本で調達したある物を軍資金として。 어떤 물건을 자신의 군자금으로 삼고 싶어한다. そこで我々大道寺一派が 그 운송을 담당하기로 했고. そんな話で 그렇지 너무 거창한데 何ができる? まあ聞いてください。 彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。 CIA에게 부탁했다. CIA도 독재를 인정하지 않고 자유를 사랑하니까. 근데 CIA 이거 미국 CIA 말하는 거 아니야? 어둠의 경로가 필요한 우리 이런 일을 대체로 우리가 되나? CIA 거의 하청인데? 유명한 혁명가의 물건들을 누구지? 유명한 국가 일본이 관여한 한 적이 없게 되니까
大量の金庫。ですか？今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務は、その金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には、私や一派の他のエージェントも大勢います。結局、キリュウさんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ？大道寺ってのは、もっと、最近学ぶ人だろ？って集まりじゃなかったのか。随分俗な仕事。いろんな意味で、分明に、ですがこれは大道寺の組織でしてね、金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる、うん。一見優雅に泳いでいる。이렇게하청일을하면서돈을받은걸로자기네조직을운영한다。バチ当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですが。お忘れなく。もしあなたがここを離れ、世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのは、ちょこんちょこん、あなただけじゃない。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし、十分わかってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では、仕事の話を続けても構いませんね。横浜藩。横浜를못가봤어요。東京、大阪、京都、이렇게큰데는가봤는데、横浜를못가봤어。横浜는거의、とはいえ、まだ、四日がちろ、가보고있습니다。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで、1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければ、それで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前、しっかり仕事してる感は出さないと。はぁ、俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は、俺のこと知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。주위를둘러보자。따라가。ん？이거막미션중간에숨어있고그런거없겠지？일단은가라는대로。대화。ああ、確か。上流だったな。何かあったのか？いや、そういうわけじゃないが。ならさっさと警備に戻れ。いくら楽な任務とはいえ、気は緩めるな。怠慢が原因でしくじってみろ。どんな処分が下るかわからんぞ。これをやるから、キュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。お、こんばんは。뭘거줬네。다대화하면뭘거주는건가。お前、さっき花輪さんと話す。俺も、そうか。뭐얘는안주잖아바닥에이런저기방망이떨어져있는거보니까좀오이싸워야되는거같은데이야ただ立って待ってるだけだったんでな勝手に持ち場を離れるな
この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。わ、배신때리는것같은데?やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが、年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東城会の元四代目会長。もう三年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした?別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。やし、이거要は町一番の喧嘩屋さんだろ。일로싸우는거야?例えば俺たちが本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何かだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。エイトヤクザあんや、일반인들이야。伝説の竜がそんな弱いわけないだろ。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチから行くか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。이자식이가히트케이지의주목얼티밋히트모드오케이히트케이지가쌓이면은활동한다 RT 로자가자おい、何やってんだお前ら。ボサッとすんな、この野郎ぶちのめ。やは、あ、ちょっと아픈데。お、聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。オッケー。생각보다빨리안죽네저식탄저히트모드관리해서서그런구나이정도걸리는지몰랐네바카나고문인수오히트리도
お楽しみだったようですね、皆さん。では、テスタンゴエジャシゴ戻っていただけますか。幸い、トレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのおたわむれには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。何それ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。这是엄청잔소리적인네이거조류당신에겐필요없는것일겠지만일단받아주십시오모든아이도지의에이전트에지급한카탈로그입니다응카탈로그네무술교본을주문할수있습니다큰의미없는싸움에서도뭔가얻을수있을겁니다힘을키우려면그만큼비용이들어갑니다만지금당신딱히돈쓸일이없지않습니까꼭활용해보십시오능력강화이것도뭐할수있는거구나ところでいいのか俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あ、許すことね。大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも、東上界よりはマシでしょう。ん?2年前に、カムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って。あの時は、東上会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに、関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。まじょ。その引き金を引いたのは、東上会の人が過ぎなかった、荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東上会は、本当に脆弱な組織でした。我々も、せいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめてください。ちっちゃまねじゃし。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな、東上界と切り離せない人生を送ってた。それが、煙みてえに消えたなんて。どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるかわかりませんが。うん。ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで、東上界は消える運命だったと思います。シゴも。今、関西からおしりぬがぼやんじゃシゴ。いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです。確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。자신말하는게이싸가지가없어가지고トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。どうや、どうじゃらせいじゃしよ。トレーラーが突っ込んでくる。止まらない。
シャです。이럴줄알았어요予定と違う客か。おい、こいつはなんだ。이번시리즈의보스구만가면들었잖아コンテナに物はなし、取引は中止。繰り返す、取引中止。現場にいないものは即時撤収。おい、キリュウ님、살이너무많이빠졌는데。上等だ。이거 부렸어 아까 레식돌 이거 보스가 와야 되는 보스 가면 쓴 보스 어디 갔어 에이전트 아니키 こいつが花輪ですわ。 おい、手貸せ！ 行くぜ！ 얘 잡으러 온 거야？ 이렇게 되면은 얘를 구하러 가게 되는 건가？よし、乗せろ。花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。何が考えるのは後だ。立てるか。やつら私をさらおうと。でもなんで。花輪！정신차려이자식아。自分の身は살리겠다고이러고있는데。できるだけ。ああ。よく言った。카드가왜안먹어
지금 초반이어서 그런지 그렇게 많이 어렵진 않네요. 다 나왔어. 大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は、彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花はさん。賊は全員逃げていきました。こちらの部屋に渡す。三人が死亡です。何？そうですか。急げ。もうそこまで消防が来てる。어허, 이놈 처음에 덤볐는데 뒤통수 맞아가지고 참. 부도에 신다 에이전트의 한人 아나타니 견과를 얻ってきた 者でしたよ 인과応報ということでしょうか 신다さんには 金属バットで 派手に 頭蓋骨が 陥没していたそうです 最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前、まさか。うん、あらなんで。どうしました？いや、何でもねえ。これ、大道寺が알게되면곤란해지겠지。花は、夕べの目出し帽たちが誰か、当てはついたのか。疑わしいのは、今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが、改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。近海密輸の話自体が寝耳に水。CIA に物を頼んだ。どん、그런것도확인도안하고갔어。CIA 부탁한적이없대잖아。我々の仮説としては、全く正体不明の何者か、ミスター X が革命家になりすまし、CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを、何のために？それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような。말을너무조곤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 。ミスター X の話を聞かなきゃ。상대방기분나쁘게하는습관이있어가지고적이많나보네이자식이가。今、大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ、手がかりはゼロですが。
しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが痛いところをついてきますね。確かにそうです。もう이제죽다살아났더니이제이런말잘듣네이거独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん、桐生さんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのだね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。まあでも孫龍会なさそう。襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨の奴がいたからって地元の極道とは限らねえ。근데요즘우리나라도되게개분신많이하는사람들많이보이던데에もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、わかった。いいんですか。その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないか。あにや、ジェシカ、あにや。だとしたら感激です。まあそうかもなどうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。이번로딩화면도기료가혼자외로이걸어가는걸로바뀌었네어욕구함그치여기가그연구가치세븐예배경이죠이근처에성령의사무소가있다일단은그곳으로가야겠다일단가기전에뭘할수있는지한번볼게요소지품소지품이거는회복아이템기타귀중품이걸로거미하는이걸로이제레벨업되면은더많이할수있고약간그렇게되겠죠그리고능력강화한계치체력한계치돈을체력한계치늘려야돼그리고공격력상승먼저하고돈은좀있으니까일단히트게이지최대치돈얻고이게하고방어구스다이번엔돈으로사는건가보네도발액션다운이뭐야도발의일본사라는교본이다고금의도발방법을총무원에서했던거쓰러진적에게가해서굳이일단많이아프게하는것만하면되기때문에스토리를진행하면서추가카탈로그를입수이런건해두면좋겠고능력획득좋았어나머지는지금할수있는거는별로고만공격력공격력으로가자네여기까지나머지는다돈벌고합시다8000그리고장비장비는일단하나도없고이거아마뭐공격력방어이런거하겠죠스마트폰스마트폰은사진찍고특집으로거의동일하네요일단여기가어디냐그리고장례식장있던자리는막혔고여기는거기이제
약간 뭐라고 해야 되는지. 예. 젠장 뭐야 이게. 바가지를 썼어. 지갑이 텅텅 비었잖아. 짜증나네. 걸리기만 해. 두들겨 패줄 테니 기류를 건드려야지. 저런 놈들은 어디 나가도 있군. 그러게. 똑같네요. 이 머리에 이거 있으면 인카운터. 용과 같이 실제 하나의 묘미가 인카운터긴 한데 뒤로 가면 스토리 진행하는데 불편하기도 해요. 근데 하지만 지나가야 된다는 거 여기. 이 뭐야? 아유, 너네 진짜. 근데 이걸 해야지 어쩔 수 없이 돈도 벌고 그 뭐라고 하죠? 이 경험치도 쌓고 연어 주먹. 이번에도 저기 그 올라가지 못하게 됐네 지금. 이번에는 주먹만 주네 계속. 달리는 폼은 조금 더 자연스러워진 것 같아요. 그리고 이제는 높은 데서 뛰면은 다쳤었는데 지금은 어떤지 한번 볼까요? 오호, 이렇게 자연스럽게 걸어 내려가고 지금은 다 막혀 있고 이런데 여기는 귀중품 파는 곳. 이 가게는 전당포. 회복약에다가 방어구까지. 그치. 다 사는 거지. 상태 이상. 기절, 출혈, 화상, 감전. 고통, 공포. 이 아저씨 어디서 많이 본 것 같은데 예전에. 와서 와 살아왔다. 돈이 없는데 일단 돈이 없으니까 잠깐만 이거 라이트보다는 Z가 더 이거 어. 타월 라노는 거의 안 썼던 것 같고. 입어야 되나? 돈 없는데. 돈 벌어도 다시 와야 되나? 일단 다녀오겠습니다. 반짝이는 게 보인다. 그리고 참치, 문접시. 이런 거 다 팔아야지. 은접시 얼마야? 한번 가볼까? 은접시 생각보다 얼마 안 했던 것 같은데. 1만. 생각보다 돈 좀 되네, 은접시. 도망가, 도망가. 이번에 이렇게 인카운터가 많은 것 같지? 여기 원래 그 주민센터였는데. 아, 또 걸렸어. 아, 주민센터였구나. 아니, 칼 들었어, 이 자식 이거.
だ。死ねよ。たく時間食っちまう。여기가 거기였구나. 여기 옛날에 세븐에서 이렇게 강화하고 이렇게 했던데. 아저씨 이거 게임하는 데고. 여기 점포. 버거집. 스마일 버거. 스마일 버거 안 먹어요. 좋아. 살펴보기엔 좋아. 일단 다 살펴보고 갈까? 동네 한 바퀴 돌면서. 저기. 미안. 싸우고 있는지 몰랐어. 정말. 싸우니까 돈을 좀 주네. 박수 치지 마시고 위험하니까. 이쪽으로 가면은 여기 주민센터가 지금 막혀 있고 여기가 샵이 있었는데. 이게 지금 메인 스토리 가다가 자꾸 서브 미션이 나와. 응? 지금 꺼내기 어려워. 저걸 또 와이어로 쓰면 될 것 같은데. 가젯. X를 입력하면 아이템을 회수할 수 있다. 오케이. X. 주꾸공 갖다줘. 뭐지? 자 여기 있다. 네 공이지. 어. 이 정도는 별것도 아니야. 아리가또. 아리가또. 엄마한테 됐으면 안 된다. 응? 응은 반말이잖아 정말. 자양강장 승혜왕 이런 새로 생겼나 보네. 이거 처음 보는. 성령의 사무소가 어딨더라? 성령의 사무소. 여기가 여기 맞아. 여기도 뭔 샵이었어. 무기 맞아. 이런 거 파는 데였어. 방어력 200. 130만? 뭐 이거 이거 좀 좋지. 스태미나 X. 일단은 오케이. 일단 상점은 대충 둘러본 것 같고 대부분 비슷비슷한 아 성룡에 있었지 맞아. 성룡에 있었다. 준비? 준비는 끝났지. 요코하마 성룡의 본부. 여기가 그치. 성룡의 본부 사무소. 역시 잠깐 봐서는 상황을 파악할 수 없군. 잠시 상황을 지켜보도록 할까.
おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか？うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。딱히이상한점은없어보이는군조직원들의긴장감도안느껴지고말이야송유이가어젯밤에숙격했다고하기에는분위기가너무차분해그러게그럴수도있을것같네야여기서보고있는데모를수도있나앞에서이이사모토모토갈아버리각오다헐눈치챘어어그래대메히토사만지어너저기미가안타로더보겠네とっくに分かってんだろ清流会のもんだ어청하진않네俺はここで一服してただけだ誤解させたんなら謝るええ極道に囲まれて、そんな不定面してなきゃそれで通ったかもな。わかった。もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか、洗いざらい吐いてけ。遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何もわかりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって？何？やっと驚いたみてえだな。どういうことだ？さっき、匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧に、お前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが、他の誰かさんに見張られてたんだよ、お前は。ざまあね大道寺の人間ってなんだ？そんなのがうちになんのようだ。その写真を送ってきた奴に心当たりは？他になんて言ってた？いや、何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガミしてやがったのは確かだ。おいじゃしぐ。おっ！てめえ！その写真の送り主には興味がある。だが、お前らに用はねえ。ここは黙って行かせてくれ。バカが！寝言は寝ていえ！ここはいいか。어뭐야홍수아이자식아이거좋은데어이거아픈데총자식들이거총이제일아파요총하고칼이てめえ、何してやがる。ビバなんじゃんがないじゃ違うんいご。オロチクってやつが誰か知りてんだ。ふざけんな。そういや、一応聞いとく。お前ら、ゆうべ不当を襲わなかったか。ああ、何の話だ。だよな。そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか。てめえに。근데어떻게전화번호를알고보냈대？確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて、誰にも知られたくねえだろ。
清流会の看板に傷がつく。どの道、もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい、待てよてめえ。このままで済むと思ったのか。おい、엎어져가지고이새시킨거기류가신사는신사지なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその中身。그정도는나도알겠다이놈아。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ。実は감시당하고있네。視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはね。だが、せっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと、人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げて、ミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのは、せいぜい二人ってとこだ。なるほど。確かにあなたならわけないですね。わかりました。私もそちらに向かっています。一応、お気をつけてと言っておきますよ。잡았어。俺に用があるんじゃねえのか。お、맞췄어이놈들。思ったより多かったな。じゃあ、보면。怪我さす気はないにゃ。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。おじいちゃん言いがパラんで嘘やったんですが、ユリアさん、誰かと人違いして、何の話かわかんねえよ。だがお前らは何者かは改めさせてもらう。それは違う。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 お前は顔を隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かるね。そういうことやったらな、腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェイ、えい、쉽게쉽게가자。行くぜ。아프
いた視界がアップ。おお、생각보다 적들이 강하진 않은데 잘 모르겠네. 이씨 비겁하게 이 자식 이거. やっと顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。ビジョンボス라고하기에는너무빨리등장하는데。誰なんだ、お前らは。今からでも遅い。あんたがおとなしくするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあな、それでこそ堂島の理由や。覚悟はいいか。せや。あお、あ、ほんで、お、シャポ。せや。あ、피하는거뭐였지？하드하드일사기회피하는순간알비예를입력하고회피순간막았어아파아필살기어떻게막아올지誰だお前は。俺ら大阪から来ました。八代目大見連合や。大見はな、桐生一馬やのうても大見くらい知っとるわな。大見のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人もんがおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や
役所にも顔の利く権力の持ち主がな。これ이렇게쉽게얘기한다고?あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか。ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少怪しまれたでしょうか。気前を手数저런거에속는게바보지。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。이녀석이미스터 X? 初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうですけど、昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんぞに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽と。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってとこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。이자식은ボス아니네。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけたって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か？要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ？お前は何を？씨뭐야오이씨저기저자식저거저기있어와자또아노크루마니타이아다리스했단다요왔어한녀모두가やべえぞ、行こう。おいし、キリオ。おやいがん。一緒に来てください、キリオさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリオって男じゃねえ。だが。売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？얘가ボス고제가행동대장인가보네。최시도やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。얘죽는거야？殺しに何の躊躇もなしか。
どういうつもりだ？そういうあんたは大道寺の犬になり果てたんか？犬どこじ？何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔だし。そのようで。じゃあ死ごう。死しぞ。どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぜ。あ、いつも俺らかってんで。さて、どんなもんかの。뭐예? 생각보다 안 어렵네 이 자식아. 그만 벗어 이놈아. 사키카라 고기레이나 겐카야나. 규류산요. 각도기의 시야이 짱야자. 俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いに。おい、どこじ？ルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。なんか半分とも本郷あったんで。お前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。아, 지금까지는그냥맛보기였고제대로싸운다そうや。あんたはそっちのが本性出とる。けど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ。若造。よっしゃ！第2ラウンドや！잠깐잠깐잠깐피피피어머응용스타일수많은싸움전설잠깐만일단아포어서먹고갈게변경이렇게때리라고하고힘모으고하고힘모으고하지만아포이자식아피해피해
왜 안 피해지죠? 자식 칼을 들으려고. 히로에요. 가만해서. 殺し合いに ルールは ねえんだろ? 老いぼれが 俺に勝ったつもりでおるんか? もうええ! 時間切れ! ゲリオさん もう抵抗戦と一緒に来てください。 진짜 도움 하나도 안 되는구만. よかったら私から話しても。 上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば 今何をすべきかすぐに分かり。 이 자식은 그런 걸 지금 여기서 다 왜 말하는 거야? 私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私のミス。 하나만! 그소! 이야, 저 이 자식 입만 살아가지고. 何するけやった? 목적忘れんだ 車 乗れ! せやけど 가시라! この人たちはもう見とったな。 お前も俺もや。 아유, 노래! 足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。 수정 못하는데 부품이 어딨어? 세야けど 余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ? 俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目大見連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。鶴野、大手を見合うな実家、それいいわ。渡瀬組だと? 渡瀬城らご。うちの親父はあんたも知っての通り、渡瀬勝る。近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点の人です。いや、알지。마지막에도와줬었는데。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。 騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。ええ、そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。 여기에는 아주 착하지 아저씨들이. 助かった。 상처가 하나도 없어졌어? いや、俺らは。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃって。なあ。ここは?ホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。 住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は看護師でした。何日か前なんて
銃で撃たれた男を。저아저씨벨지세번째나왔었으니까 違いますって。タグ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ。頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください、あれ。あんたはもう撃った方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。わかった。ありがとうな。전화올때까지기다리자지금은어쩔도리가없으니여길경찰의눈을피하자주술권동접시아까여기에그간호사가누워있다는거지총에맞은남자가있다고했어궁금하긴하지만나중에경찰조사를하고있으니까건너가여기에도뭐가있었는데여기서뭐보이진않네용과같이시리즈들은이게뭐중간중간에미션들이많아가지고아잘둘러보고다녀야돼동접시두개이렇게하다가써보면저기뭐야딱오호이렇게잡는구나서브미션같은것들도있고간판이굉장히막네여기가예전에장례식장이었어요여기지금이게지금뭔지모르겠는데장례식장이라고용과같이세븐때장례식을치렀어요저기서경찰에다깔렸구나그래서경찰의눈을피하라고하는거구나경찰인가선가신건피하고싶지만무작정돌아다니기도애매하구만전화올때까진기다리자조절맞자필요없으니조용히담배나필까용과치시리즈는담배랑아주깊은인연이있죠담배피는미션항상있는것같아요담배를피다보면은게이지도차고게임장일정에미션이있을수도있지요게임하고여기도하고오토바이도타고하지만지금미션은없는상태건너가면은저기걔네있는곳인데자엎드려벗은가여기가좋겠군편의점분명히여길빠져나가야하는금방이었어여기로가자나중에는이런길들이다뭔가미션이생기는게이제용과같이시리즈들의특징인데
지금은 딱히 뭐가 나오진 않고 이런 길들의 이렇게 행운의 화투 저기도 있고 이건 분명히 여자친구 만날 때 주는 걸 거란 말이죠. 얘도 은접시 좋아 만원짜리 이렇게 위까지 바라보고 다녀야 되고 이거 편의점 편의점에 경찰이 있는데? 쟷 가게 앞에 경찰이 있군. 오래 있을 것 같진 않네. 기다려 상황을 지켜본다. 그리 오래 있진 않겠지. 여기서 좀 더 상황을 지켜보자. 좋아, 떠난 모양이군. 일단 쟁여야 되겠어. 이라시아하세. 예, 도시락 없어요? 어 이따 도시락이 생각보다 도움이 많이 되죠. 그리고 담배 하나 사고 그리고 물이 있나? 물 하나 살까? 아리가토고자이마시타. 물은 신들린 물 하나 있고 일단 혹시 모르는 거 뭐라 이라시아이마세. 항상 윤과 같이 시리즈들은 물 주는 미션 있고 술을 준 미션 하나 있었고 그리고 티슈 포켓 티슈 있었고 이 정도였던 것 같아. 이 정도가 미션 그리고 밥 흑돼지 등심을 튀겨서 맛있겠다 이거. 감사합니다. 그리고 이런 데도 다 둘러봐야 돼요. 이렇게 둘러봐가지고 뭐 없나 한번 둘러보고 나가야 돼요. 전화 온 거 아니야? 어? 누구야? GPS がこの位置で花輪を見失った。 何 があったか 報告 してもらう。 すぐ 寺に 戻れ。 待ってくれ。 花輪は 昨夜 不当を 襲ってきた 連中に さらわれた。 今 そいつらからの 電話を 待ってるとこだ。 おい。 報告は 寺で 聞くと 言ってる。 そいつを 返せ。 まず 寺に 戻って 報告だ。 花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。 なるほど。敵は近江連合を名乗っていたと。しかし、 얘는 누구지? 또 다른 에이전트인가? 本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。 そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは禁止なくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。 状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。それ話にならねえわけだ。テンパン、いや、飲んだ?いい損いらんな。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わり
これ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがな、我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。久しぶりにトパシュールがあるのかと思う。花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。おい、ペシンなのじゃないか。大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったふうな口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。しゃしっくりか。もし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。吉村、言っちゃ死んでよ、違うから行こうよ。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。あ、이놈들은하나없어지면은또어떤놈이나타나가지고또퇴장노릇하고我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。サオジャゴ、仲間が敵にさらわれてんだ。なのに、なんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるかわかんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼、お邪魔いたします。何か？皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。うめえ。おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀。まだちょ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 、ハトルクイのちょ、警察棒ちょ、あ、痛んでちょっと。お互いによく知り合おうじゃないか。上流、てめえ。おい、ちょっと잘생겼는데。行くぜ。일어나いざとなると暴力で解決してしまう。
我々の修行はまだ道半ばです。先生、助手さすみだ。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあ、そうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。花輪は엄청あっけねえ。私がスカウトしてきたんです。かつての私は、大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そして、こんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には。그래、말이많긴하지만、되게착한사람이구나。同感だ。だから。敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホで、まだあいつが助かる目はある。それにはまず、この寺を脱出しなくては、すぐに追っ手がかかります。さ、どうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには、花輪さんも助かりません。ああ、わかってる。에헤이놈들아까겁먹어있었잖아뭐야계속싸우면서가야돼어나도뭐하나들고가야겠는데칼칼보단어뭔가대단한게나올건가뭐이렇게많이줘입고가야되나이거돈없고또돈없고장비이거뭐지스웨이블로하지만이런건다채우고가야지아씨너무많은데공부쟁이처럼생겼는데약간어허총을쏴요게재미나아슈퍼피스ほら
お母さんも動こうか。お母さん。かかってこいよ。생각보다이게초반부터애들너무많이세게나오는데아당황스럽네같은팀을이렇게그냥안보내줘왜먹을거없어에헤이바가게오래다치가라이게그냥혹한애들처럼생겼어애들이헤이예너무못맞췄어돈까스엄청많은거만난또나오겠지가서주세요이따도조류를逃がすな진짜今ので倒れてくれると楽だったんだが。숨어있어이자연광장초목재이거뭐지한번먹어볼까저걸자꾸줘이번에이자연광장100개씩뭐체력계좋다히트계이제좋다오다차는구나이거좋은거네아껴놔야겠다아저기살짝보니까저기기다리고있던데いい加減諦めたのああ、いのみが。
아이씨 못 패스. 주시고 어? 아. 자꾸 뭘 피해. 응? 왜 이러지? 진짜 초반부터 이렇게 하면은 보스 너무 많이 나오는 거 아니야? 곤란해있고 오마이 저건 좀 야 이거를 끝내야지 1화가 끝나는 거 보구나 やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨てて
お前らの言いなりになったら、その後俺に何が残る？なんだそりゃ。知ったことかよ。いや、총들고있는거아니겠지？아파。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんなら、こっちは力ずくで押し通らせてもらう。でも、등을지면은다시이제、あ、총들고있네、이놈。やってみろ！이자식부터잡고뭐야이자식이スマートフォンだ。しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。わかってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。くじまらこ。어여긴서바이여기는거의항상아지트구만마치아와서난다どうぞ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ？ここは一人町でいっちゃん安心な店なんです。항상이가게에대한설명은가장안전한가게래。고시이담에돌으라시そうなんですよ。ごめんなさい。응에테에테案外リチギなんだな。お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから。あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きております。奴のことについても
これからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか。前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。あんまり言ったらどう나봐요이런거봤을때는허구라고하는데다이제보면은맞더라고어느정도아이니크다가俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですかそれは。그러니까알만큼했다그만하자わかりましたよ。あんたは大道寺一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。いろんなって보면항상言うたら昭和のフィクサー黒い。저렇게가족들을連中やで広島であんたをやった。안좋은버릇인데저거。今回はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが。大道寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまり、あんたもそれで納得しとる。なんやったら、あんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。すべては、大事な子供たちを守るために。ああ、そうや。この子ら人質にとったら、俺らの言うことも聞いてくれます？やってみれい。その時はお前らも渡せも、この世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴のだったな。俺が桐生一馬だとして、渡せの頼みってのは何だ？それを聞くなら、まず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。계속밖에있는최고聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら、俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもう一遍死んでみせたらええんですよ。親父の頼み聞いてくれたら、こっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思ったら監視のしようもあらへん。이런거보면은세상에나쁜놈들진짜많아。아이용해먹을생각만하는거지。けど人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで。あんたが守った朝顔の子らに。그러니까또가족을갖고。ただし。へえ、자식아。花輪さんには死んでもらわな。なんだと。桐生一馬の二度目の死や、その状況に説得力を持たせるには花輪さんの死体も必要です。別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの組に繋いどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです。あんたはもう一遍死んで生き返るんや。